どうも、皆さんこんにちは。チャックマスです。本日はですね、アメリカン航空のマイレージサービスありますよね。こちらはですね、サイバーセールということで、最大ね、50%オフで前にね、購入できるキャンペーンをやっておりますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで今回ね、アメリカン航空のサイバーセールということで、最大ね、50%オフでね、購入することができるっていうね、キャンペーンが来ているわけなんですけども、先に、ね、言いますと、 今回のキャンペーンね、結構高いです。値段自体は結構高いんですけども、アメリカン航空のね、マイレージサービスのこの50%オフ、今回ね、50%ボーナスとかではなくて、50%オフになるね、キャンペーンっていう風になっておりますので、ちょっとね、円安を食らってる部分がありまして、購入単価は結構ね、高くなりそうなんですけども、アメリカン航空のマイレージサービスっていうのは、 ファーストクラスもね、お得に乗れるね、マイレージサービスっていう風になっておりますので、ぜひね、気になる方は最後までね、ご覧いただければなと思います。 それではまずね、キャンペーンの詳細なんですけども、期間がですね、2022年の11月の25日から2022年の11月の29日13時59分までっていう風になります。こちらね、日本時間に私の方で直させていただいておりますので、ギリギリね、購入されるのもね、あんまりお勧めできませんので、11月の28日ぐらいまでにね、購入される方は、購入完了ね、しといていただければなと思います。で、今回のサイバーセールの特典ということで、最大50 オフでね、ねマイルがが購入すすることでできますでアメリカン航空のマイレージサービスは年間の購入上限がありまして、こちら年間15万マイルまでっていう風になっております。で、マイルの付与がですね、基本的にね、即時付与されるそうなんですけども、一応ね、最大8時間ね、かかる可能性もあるっていう風になりますんで、この点はね、ご注意ください。またね、 このアメリカン航空のマイレージサービスなんですけども、こちらね、アカウントを作成してから30日経たないとですね、購入することができないようになってるんですよね。ですので、今からね、すぐアカウントを えー、作ってね、購入するっていうことはできませんので、この点はね、ご注意ください。で、今回ですね、最大50%オフということで、えー、割引率はね、こういった形になってるんですよね。5000マイルから5万4000マイルだと25%オフ。えー、5万5000マイルから14万9000マイルだと、えー、35%オフ。15万マイル以上30万マイルまでが50%オフっていうふうになっておりまして、こちらね、規約にはですね、購入上限15 1万マイルって書いてあるんですけども、ここね、30万マイルまでって書いてあるんで、これちょっとね、どっちが正しいのか正直わからないんですけども、一応ね、15万マイル以上購入していただくと、今回のね、50%オフ最大がね、適用されるっていった形になります。ですので、基本的にはですね、15万マイル以上ね、購入していただいた方はね、お得度は上がるっていう風になるわけなんですけども、まあ、冒頭にも言いました通り、こちらね、15万マイル以上ね、購入すると、非常にね、あの、 っていう風になりますんで、まあ、今回のね、キャンペーンは一応ね、50%で購入できて、まあお得に利用できることはね、できるわけなんですけども、購入金額がね、高いっていった形になります。 で、次にですね、1マイルの単価ね、私の方で計算させていただいたんですけども、先ほどのドル円のレートが1ドル139円、12円っていう風になりまして、計算するとね、こういった形になります。で、先ほど言った通りですね、購入のマイル数によって割引率がね、変わるっていう風になりますんで、まあ今回ね、15万マイル購入していただくと最大の50%ね、適用されるっていう風になりますんで、こちらの表のね、一番下を見ていただきたいんですけども、15万マイル買っていただくと、 と50%の割引がついて2821.88ドルっていうふうになりまして、まあこれを日本円に計算するとだいたい39万2579円っていうふうになりまして、1マイルの単価はね2.6円っていった形になります。 で、こちらの表ね、見ていただければもう一目瞭然なんですけども、今回のキャンペーンですね、12万マイルだと35%オフなんですよね。で、50、15万マイル購入していただくと50%オフになりますんで、こちらね、購入金額見ていただきたいんですけども、12万マイル購入するより15万マイル購入した方がね、安かったりいたしますので、まあ、この点はね、注意していただきたいなと思います。で、今回ね、50%のね、適用される15万マイルね、購入して いただくとまあ今回ねおすすめさせていただくまあこれからねあのおすすめ路線とかも紹介させていただくんですけども、まあ、基本的にはビジネスファーストっていう風になりますんでまあお得に利用する分にはですねお得になるかななんていう風に思うんですけども購入金額がね高いっていった形になります。 それでは次にアメリカン航空のマイルを使ったおすすめ路線なんですけども、こちらね、公式サイトにあるマイレージチャートっていう風になっておりまして、まあ知ってる方もね、多いと思うんですけども、このね、アメリカン航空のマイルのね、おすすめ路線っていうのは、こちらのね、中東ありますよね、ファーストクラス5万マイルって書いてあると思うんですけども、まあ、これがね、やはり、 えー、一番有名かななんていうふうに思うんですけども、まあ、東京からね、中東路線に関しては、ファーストクラスがね、5万マイルで利用することができるんですよね。で、ビジネスクラスはね、4万マイルっていうふうになりますんで、まあ、ファーストクラスが5万で、ビジネスが4万だったら、まあ、1万マイル頑張ってね、あの、5万マイルで利用していただければなと思うんですけども、まあ、東京からね、中東のエリアはですね、ファーストクラスね、 5万マイルで利用することができるっていう風になりますんでまあ、10万マイルあればですねファーストクラスで往復できてしまうっていう風になりますんでかなりお得ですよねまたねアメリカン航空はワンワールドっていう風になりますんで JAL のねえ、航空券もマイルでね発券することができるっていう風になっておりましてこれもねかなりおすすめ路線っていう風になるわけなんですけどもまあ、東京からロンドンとかねファーストクラス9万マイルでね先ほど検索して出てきましたしまあ、それ以外にもですね東 東京からニューヨーヨク、ロス、スシシカゴ、サンンフランシスコ、ね、ここら辺の路線もファーストクラスね8万マイルビジネスクラスね6万マイルで発見することができるっていうふうになりますんで、まあ、ここら辺もねかなりいいのではないのかなと思いますまたねアメリカン航空っていうのはこのマイレージチャートよりさらにねあの必要マイル数が少ないねセイバー特典っていうのがありましてこちら日本ではないんですけどもアメリカのねセントルイスからフランクフルト ドイツのフランクフルトまでこちらね本来3万マイルかかるんですけどもそれがセーバー特典でね2万2500マイルでね発見することができたりまたアメリカ国内にはなりますけども本来ね1万2500マイルがね片道かかるんですけどもこれもねウェブスペシャル特典とかねそういうので利用することができると片道ね6,000マイルまでね下がるみたいな。 まあこういったこともね、あるっていうふうになりますんで、このね、アメリカン航空のね、マイルっていうのは、結構ね、お得路線も多くてですね、またね、アカウントを作るだけで路線ね、検索できるっていうふうになっておりますんで、まあ、アラスカ航空もね、そうですけども、こちらね、ぜひね、会員登録してね、検索してみていただければなと思います。こちらね、結構楽しいので、ぜひチェックしてみていただければなと思います。 それでは次にですね、アメリカン航空のマイレージサービスの基本情報をね、最後に紹介していきたいなと思うんですけども、まずね、発見先なんですけども、誰にでもね、発見することができます。ANA とかね、JAL とかは親族じゃないとね、発見することができないわけなんですけども、アメリカン航空のマイルはね、誰にでも発見することができます。ですので、お友達をね、誘って利用するみたいなね、そういったこともできます。 で、マイルのね、有効期限なんですけども、基本2年間っていった形になります。で、2年間にはなってるわけなんですけども、加算、あ、もしくは減算があるとね、延長っていうふうになりますんで、こちらね、有効期限が引入れそうになったらですね、マリオットボムポイントからね、ちょっと移行するみたいな、まあそういったことをしていただければ、延長ね、されるっていうふうになりますんで、まあ実質無期限みたいなね、そういった形になります。またですね、緊急発見手数料とか、変更とかね、キャンセルとか、こういったものはですね、 以前はね、ね、有料料だっっったたんですけどもこちら、ねえー、無料って言った形になりますまたね片道発見もできますし燃油サーチャージなんですけども燃油サーチャージはですねアメリカン航空ね基本的にかからないっていうふうになりますんでブリティッシュエアウェイズとかね利用してしまうと、まあ、かかってきてしまう部分があるんですけども、まあ、こちらね選んでいただければ燃油サーチャージかからないね航空会社で利用することができるっていうふうになりますしまたね先ほど言いました JAL の場合は燃油サーチャージねかからないっていうふうになります。 で、今、ね、ネインサージャージ非常に高いですよねですのでこのアメリカン航空のマイルっていうのは非常にね、使い勝手がいいっていた形になります ということで今回ですねアメリカン航空のサイバーセールがですね11月の29日13時59分まで、ね、行われるっていうふうになりますんでまあちょっとね購入する金額は、まあ、めちゃくちゃ高いので、えー、と15万枚入れたことだと40万円近くしてしまいますんでまあ基本的にはですねマリオットボンボイのねポイント持っている方はまあそちらを交換して利用していただくのがねちょっとボーナスなくなってしまった部分はあるんですけどもまあそれがいいかなっていうところですかねでこのファーストクラ クラスとかビジネスクラスとかをお得にね利用されたいっていう方はですね現金で購入するよりかはですねこちらマイル買って利用された方がねめちゃくちゃお得っていう風になりますんでまあ今回のバイマイルセールはですねそちらの方の向けっていう感じですかねまあ、一応ね今回キャンペーンでしかも50%オフっていう風になりましたんで今回ね気になる方もいらっしゃるかなという風に思いまして今回ね動画作らせていただきましたぜひね参考にしていただければなと思います ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。